おはようございます。ありがとうございます。ランスの成績表が入ってきました。以前の成績表はテストだけで見たら3年までが主にクラスの順位としては見やすい順位で、4年生になると選択科目が増えてくるんで、人によって平均点の違う科目を取ってるんで、だから4年になるともうぐちゃぐちゃになるんですよね、ある程度。でもまあその大学編入とか専攻科とかで見られるのは、まあ、平均の順位見られるけど、4年の順位結構見る、4年の成績とかよく見られるらしいんで、まあ一番大事な成績が入ってきました。今回私はクラス44、45人中15位でした。まあまあ高い高い高い。2年生のね、遠隔期間がなければ一番高いんだけどな、これが。就職時の中だったら、まずまずじゃないでしょうか。割と上位にはいるんじゃないですかね。100点の科目はないっすね。99が最高で。あと90、インターンとか98点ですね。まあ、これで会社落ちてるんですけど。まあ、平均よりは大体上ぐらいですか。平均点よりは上か。同じぐらいが多いっすね。で、今回の僕の平均点は86.4点でしたね。平均点で言えば、あ、でも平均点もあれか、2年が一番高いかな。今までの順位の変化で言うと、1年生が平均がちょっとで成績表がなくて、平均80で、24位でしたね。で、2年生が遠隔、もうフルリモート期間でも、ここはもう乱世ですね。平均点が89.3点で14位ですね。10位アップしました。3年は82点ですね。次は21位か。まあ、1年と3年で比べたら上がってるんですね。平均点も上がってるし、順位も上がってるんですよ。で、4年で平均86だから、順位も6位ぐらいアップした。まあ、これはいいんじゃないですかね。2年なくしたら、ずっと右肩上がりで上がってるから。他の人もこんな上がり方してるんですかね。気になります。